皆さんこんにちは。今日から動物の森を撮るときはこの帽子をかぶることに決めました。ハットエミリーと申します。前回は名前をね、島の名前グータラ島にしました。どうでした？私のセンス、なんかわかんないけどすごいね、楽しかった。1回目からで、なんかみんなでね、無人島とは言いつつ3人ぐらい、他に2人住人がいて、みんなで初日お疲れ様っていう乾杯したところで終わったので、続き行きましょう。あ、豊作さんタンバリン弾いてる、かわいいやっとエミリさん楽しんでくれてるんだもん。今日は夜通し火を焚いてるから、疲れたらテントに戻って休んでくれてもいいだなもん。まだまだ楽しみたい。でもせっかくだから、はいはい、好きなだけ楽しんでちょうだいね。休みたくなった時はテントに戻る前に一声かけてちょうだいね。渡したいものがあるだなもん。なんだろう。みんな元気？ちょ、話しかけようかな、せっかくだから音楽なった。これからどんな島になっていくかはオイラたち次第なんだよね。仲良くやっていくぜ、ダピョン優しいね。おさえさん、キャンプファイヤーで親睦会だなんていかにも無人島らしい演出じゃないか。ワクワクしちまうよパレ。おさえさんって学生なの？セーラー服着てんね。エミリさん楽しんでくれてるんだもん。今日は夜通し、あ、一緒だ、休もうかな。じゃあ OK、 じゃあなも、じゃあこれ渡しておくだなも。何ですか？何？キャンプ用のベッド、やった。テントの中広いけど休んでね。あとテントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから、開けて自由に使ってくれていいだなも。箱を開けたり物を使うときは A で、ベッドに横になりたいときは L スティックで寝転がればいいだなも。何あんだろう。明日から本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね。わかりました。それじゃあお疲れ様、お疲れ様。よし、家に帰るぞ。やった、テントの中入れる。どんな感じだろう。お手紙はありませんね。特にありません。どんな感じですか、私のテントの中。おお、狭思ったより狭い。 4.5 畳ぐらい。なんだこれ、うランプ、すごいこれ。おお、帰れる帰れる。こっちは、お、なんだこれ、ラジカセ。いいじゃん、キャンプっぽい。これさ、配置とかできんだよね。あ、聞こえる、ラジオが流れてる。そのまま、とりあえず。お、ここでも聞けるんだ、オープニングちょ、配置決めよう。ベッドもあるし、とりあえずベッド一番大きそうだから、ベッドにしようかな、配置。まずはキャンプベッド、どんぐらいの大きさなんだろう、ちょっとわかんない。おお、こういうベッドねいいじゃん、ちょっと高めのベッド。そしたらこんぐらいの大きさだったら、ここら辺よくない、めっちゃよくない。もう置いてみる。お、めっちゃいいやん、めっちゃいいよ。あとランプと、あのラジカセだよね。どこに置こう、この隣がよくない、ランプ。寝る前にお休みみたいな感じで。あー、でかランプ。家帰ってきて、え、ダメ、家帰ってきてすぐつけれるように入り口に置いてみます。お、いいじゃんいいじゃん、いいよ、寂しくないこれで。このまま少し眠っちゃう、寝てみよっか。そしたらうとうとしてきた。おやすみ、
私。お、なんだこの曲、眠。おわ、トタケ系、懐かしい。したんだね。いいもんだよ。あ、白子白と指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。いや、素晴らしいと思う。だけどさ、一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもあるんだよな。そんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。間違いない。一人で長々と喋っちゃってごめんな。え、もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう、この世界では一人で暮らせる、大勢で暮らした方がきっと楽しいと思うよ。たくさんの友達が君の場所に遊びに来てくれるといいね。うん、さあ目覚めた後は現実と同じ時間の流れの中で君の暮らしを楽しんでくれよな。あ、そっか、現実と同じだ。時間バレちゃう、今の時間。それじゃあまた。うわ、トタケケいいやつやん。ちょっと足組めてないけど、ちょっとちゃんと組めてない。え、これマイク大丈夫？ハッテミリさん、おい、ハッテミリさん、起きてるだだも。起きてたらちょっと外に出てきてほしいだも。なんか音楽激しくない？ちょっと家出るから切らなきゃ、節約しなきゃ。ケケフラメンコが流れてる。止めるわ。なんか呼び出し食らったんですけど、怖い。あ、なんかメール来てる。よかった、あったエミリさん無事だったんだもんね。テントに戻ってから丸一日見かけないから心配してたんだもん。丸一日？そんなに？新しい環境に体が慣れてなくて疲れちゃったのかもしれないだもんね。間違いない。そりゃそうと、今日から本格的に暮らし始めるにあたって移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだもん。なんだ、まずはこれをどうぞ。大事なスマホ。今回の移住パッケージのために開発した我が社オリジナルスナッパなんだもん。あ、動作チェックしておきたいからちょっと電源入れてみてくれない？すごい、スマホ使えるの？動物の森で。ようこそ。おお、いいじゃん、本格的なスマホじゃん。うん、ちゃんと電波も入ってるだもんね。じゃあ一旦閉まってもらっていいだなもん。ちなみにハッタエミさん、今までにスマホって使ったことある？持ってますよ今。じゃあ全然問題ないだもん。でもここではこのスマホが必要だから捨てずに二台持ちでお願いするだなもん。わかりました。それじゃあ次に渡すものだけど。なに、次何？また豪華なもの？移住パッケージの請求書。お金かかんの？渡航費、人件費、設備費、スマホ代もろもろ合わせて合計49,800ベルになります。持ってないよ今お金。ピンポーン。あはは、はったエミリさん、とては無人島だからって何も持たずに来ちゃっただもんね。うん、まあでも心配はいらないだなもん。こんなこともあろうかと、このパッケージでは移住費用現金ではなくマイルで支払っていただく特別なプログラムにご加入いただけるだなもん。マイル？そんなもん、たぬきマイレージプログラムなんだもん。なんだそれ、すごい現実感があるよ。まあそのまんまなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステムなんだもん。つまり島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住費用も支払える、とってもお得なサービスなんだもん。ちなみに移住費用は本来の現金だと 49,800 ベルかかるところ、マイルならなんと 5,000 マイルパック。安いのこれ。とにかくハッタエミリさんはこのプログラムに登録させてもらったから現金ではなくマイルで支払ってね。
具体的なポイントの集め方は私とスマホに入っているタヌキマイレージのアプリをチェックしてね。わかった。それじゃあ僕はこの辺で失礼するたなもん。今後ともタヌキ開発をご引きに。面白いね。マイル貯めるんだ。うわ、イエーイ、新生活が始まった。何をするのも自分次第、自由だ。楽しいね。ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます。画面右上に点々点が表示されている間はオートセーブしていますので電源ボタンに触らないでください。またマイナスボタンを押せば好きなタイミングでセーブしてゲームを終わらすことができます。うわー、メール、なんか忙しいな。ピコ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 、どっから攻めるか。マイレージ、カメラ、ちょっと撮ってみようよ。フィルター効果を使った写真撮れるの、すごくないそれ。他のユーザーの方も見ることができます。どうしよう、フィルター使えるって今時じゃない。お、すごい。しかもなんかインスタっぽいよ、この色味が全部。面白。おお、拡大できる、すごいねこれ。あ、おさいさんがちょうど来たぞ。今日写真撮ろう、おさいさん、おさいさん撮れるかな。お、撮れたせっかくだからフィルター使おう。おー、ふんわり系。このお、すごいね。なんていうの、間取りじゃなくて、すごいフィルム風だこれ。お、やった、めっちゃ撮れるやん、面白。メール、任天堂、プレゼントお送りします、だってもらいます。何くれたの、なんだろう、任天堂スイッチスイッチもらえんの、この道盛り。素朴な DIY 作業台、作業台、すごいね。めっちゃみんなからもらえるんだけど、これは、ま、なんかさ、めっちゃあるんだけど、どっから見てようかな。パスポートってなんだ、パスポート、あなたのパスポートの情報。あー、なるほどね。写真、コメント、肩書きはいつでも更新できます。きっかけ作りにぜひ更新してみてください私がいる、ぐーたら島、ぐーたら島、たぬきマイレージプログラムへようこそ。あなたの島での活動に応じてマイルをプレゼントいたします。たまったマイルは島の案内所にある端末でいろいろ交換できます。島での生活楽しみながらマイル暮らしにお役立てください。もうゲットできんの、フライトの特典マイルを付与するだなも。面白いね。お、500マイルももらえる。5000マイル貯めればいいんだよね。これ釣り？これ、あ、挨拶？昆虫ハンター、ガーデニング、フルーツ狩り、貝殻拾い、インテリアも？あ、写真？お、やった！映える写真好きだって。なんか今時じゃない。なんか色味かわいい。動物の森って。パスポートね。掲示板でコミュニケーション。島の景観。マイデザイン。めっちゃあるね。マイレージのため方。あー、これマイデザイン。島に住む他の住人と共有されます。他の人に使われる可能性ある。いろんな人に見られる可能性があります。はい、他人の権利を侵害するもの、プライベートな情報や他人に不快な思いを与えるようなものは書かないでくださいね。わかりました。なんかさ、すでにめっちゃうまい絵があるんですけど、
私も買い着たい。着てみよっか。トップスフェイスペイント。トップス、まずはトップス。おお、こんな感じ。ちょっと自分で描こう、せっかくだから。こういうの大好き。デザインは上手くないけど、でも今回はシンプルかつ可愛いのにしようと思う。この色いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。こういう服持ってるわ。丸襟にするわ。あ、結構肩のとこまでいっちゃうんだね、これ。まあ、とりあえず描いてみよう。中心とこまで。私もみんなみたいにうまく描きたい。絵のイラストを。ここなくした方がいい感じになるかな。お、ちょっといい感じじゃない？なんか服とかさ、すごい好きなんだけど、いざ自分で作るってなると難しいよね。よし、どうだ。かわいいお洋服完成しました。これでいい。名前か。名前つけるか。え、どうしよう、どうしよう。難しくない？清楚系って名前にする。清楚系できました。着よう、着てみよう。どうだ。え、なんかめっちゃ微妙じゃない？襟見えてないじゃんなんだ、難しいな。地図をチェックできます。バツを押すと行動中の表示されるミニマップのオンオフ設定変更できます。うわ、ハッタエミリさん、おさえさん、宝石さん、はい、飛行場、案内状、わかりました。またマイレージ溜まった。あ、さっきデザイン作ったからか。なになに、次はなんだ。忙しいね、このスマホ。通知オフにしようかな。どこだどこだ。あ、これか、デザインのやつ。やったー。お、500もゲットした。5000マイルすぐ溜まりそう、この感じだと。よっしゃ、自由だぞ私は。夜魚いるんだ。中には誰もいないみたい。なんだ、夜中なの。お、フクロウもいる。掲示板見よう。お、2個ある。島の掲示板。たぬきちさんから。この掲示板では皆さんへのお知らせや暮らしに役立つ情報をお知らせしていくだな。もそれと島の皆さんはもちろん、島に遊びに来た皆さんも自由に書き込みしてコミュニケーション記念に活用してちょうだいね。あー、書けるんだ私たちも。せっかくだから書こうよ。みんな元気？書くことないわ。これでいいわ。みんな元気？よし、これでもうみんな仲良し。なんだなんだ。あ、書き込んだからか。やった、めっちゃもらえる。もう5000マイル行くやん。よいしょ。お、300、噂好きなインフルエンサー。噂好きじゃないけどね、特に。よっしゃー。魚いますか？お、います。1匹いました。楽しい。お、こんな夜中にいるの？え、ハッタエミリさん、どうもです。キャンプファイヤー楽しかったですね。僕たち案内所に寝泊まりしているので、何か相談事あればいつでもお越しくださいね。それと僕はしばらくの間、日中の時間帯中心に皆さんの様子を見て回ってますので、何をしたらよく迷われた場合などはお気軽に声かけてください。そうだ、行ってない、ここ。忘れてた。お、すごい充実してんじゃん。あ、ハッタエミリさんいらっしゃいだな。もう見ての通りつむぐるしいけど、よかったらゆっくりしちゃってね。島での過ごし方とか何かアドバイス必要だったら遠慮なく僕に相談してちょうだい。あと何か必要なものあれば豆ひきに聞いてみてほしいだな。もちょっとしたものなら買い物してもらえるからね。
優しい。逆に不用品の買い取りもやってるから、お金が必要な時は何でも持ち込んでみたらいいだなもん。うん、そうそう。それから今島暮らしで便利に使える道具を DIY で自分で作ってみるという無料のワークショップもやってるんだもん。DIY いいね、おしゃれ。そんなのもできんの？ DIY はこの先絶対に役立つし、ハッタエミリさんもぜひ体験してみてちょうだいね。わかった。ここは、あ、そうそう、そのコンテナのことちょっとだけ説明しておくだな。もうそれは住人の皆さんのためのリサイクルボックスなんだもん。建物を建てるときに撤去されたものや不要品などをここに集めてあるだなもん。へえ、欲しいものがあれば自由に持ち帰ってもらっていいだなもん。中がいっぱいになったら不要ものは処分しちゃうから、必要なものは早めに持っててちょうだいね。はい、アットホーム。あー、この2つか。いいや、まだ。ここはなんか ATM みたいのあるんだけど。あ、そっちの端末のことも説明しておかなきゃね。それはタネポートといって、島での暮らしをより楽しんでもらうためのサービスを提供する端末なんだもん。タネポート、今ハッタエミリさんにご利用いただけるサービスは2つあるだなもん。1つは島で手に入りにくい商品を手軽に通販でお取り寄せできるタヌキショッピング。もう1つはタヌキバンクのATM 使えんの、すごい。他にも貯めたたぬきマイルを景品と交換するサービスも利用の手続きを進めてるから、ぜひともアクセスしてお得なサービス受けてちょうだいね。なんかさ、妙に現実感あるよね。タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。50マイル。お、毎日行かなきゃダメじゃん。ご利用になりたいサービスを選びください。たぬきショッピング見てみよう。お、すごい、買えるんだ。いいね。え、キャキハリウッド高くない？ご利用になりたいサービスお選びください。ATM どんな感じ？うわー、なんかゆうちょ銀行って感じする。え、めっちゃリアルじゃん。ここ貯金できんだ。面白い。いいね、なんか。無人島に ATM あるっていいよね。DIY するための作業台。今無料の体験会 DIY ワークショップを開催中なんだもん。参加してくれた方には体験作った道具と簡単 DIY レシピプレゼント中だもん。DIY は絶対にこの島での暮らしに役立つから、ハッタエミリさんもよかったら体験していかない？え、したい。うんうん、そう来なくっちゃ。じゃあちょうど時間もあるし、今から早速始めるだなもん。結構夜中だけどね、今やっちゃうんだ。まずは DIY の手順やざっくりと説明しておくだなもん。といっても手順はとっても簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えればあとは作るだけ。ただしその台みたいに道具が揃ってる専用の作業台を使うこと。今回実際にその作業台を使って釣り竿作りを体験してもらうのも、それじゃ先に材料を集めてきてもらおうかな。今回作る釣り竿に必要な材料は木の枝たったの5本だな。もその代わりちょっとしょぼいけど材料が用意できたら僕に声をかけてちょうだいね。釣り竿を作れんの？釣り大好き、やった。早く作りたい。木の枝さ、いっぱいあったよね。あ、あった。今2本あんだ。いけ。あとはあれ、なかったっけ。あった。あ、あった。一応もう1個、もう1個一応ね、これでオッケー。たぬきじいさん取ってきたよ。あ、ニコニコしとる、いい人や。ここどこ押せばいいんだ。あ、来た。あ、ハッタエミリさん、もしかして材料の準備できたのかな。
じゃあいよいよ釣り竿を作ってみるだなも作業台で作りたいものも決めて作るだけだからとにかくやってみて。おいおい、あ、これかしょぼい釣り竿。はい、作ります。お、葉っぱついてんだ釣り竿に。めっちゃ自然じゃん。おお、なんかめっちゃ頑張って作ってるしょぼい釣り竿できた、イエーイ、やった、うんうん、完璧だな、もう。ありがとう、拍手こんな感じでエレシピと材料と材料があれば簡単にものづくりができるだな、もう。ということで以上で DIY ワークショップは終了です。最後に参加してもらったお土産として手頃な材料で作れる簡単な DIY レシピをプレゼントするだな、もう。なんだなんだ、お、スマホに転送するからちょっと出してくれる。めっちゃ今じゃん、今時じゃん便利ね。お、ブルブルってなった。やった、アプリゲット、いいじゃんこのスマホ。あとエミリーさんのスマホにレシピのアプリごと送っておいただな、もん。それから今回作ったしょぼい釣り竿も記念に持って帰ってくれっていいからね。ちょっと壊れやすいけど釣りを楽しむには十分だな、もん。鹿児島の海や川でも魚の影を見かけたからきっと何か釣れるはずなんだもん。釣りたい、早く釣りたい。僕もこの島にどんな生物がいるのか全然分かってないから何か釣れたらぜひ見せてほしいだな、もん。あ、見せるんだ、わかりました。おー、焚き火、しょぼい網もある。網いいね、これも木の枝なんだ。欲しい、虫捕まえたい。行きますか。ちょっと待って、ここさ時間さリアルじゃない？今の時間だ、時計細かいね設定、すごい。手に持つ、釣りをします、念願の釣りします。さっき魚いたもんね、いるかな。これはサンドダラー。お、いた、いた、待って、こ、あ、ここ投げれないの、いけ、あー投げれない、いけ、お、あー遠い遠いんですけど来てくれますか、魚。こっちです、私こっちにいる、右、ダメだ、ちょっともうちょっと近づいて、ここここここなんだよ。お、いいよいいよいいよ、近いよ、来い、気づいて、後ろ後ろ、あーダメかなこれ、気づきそうなんだけどめちゃくちゃ。お、気づいた気づいた、はあ、焦った、焦っちゃった意外とむずいね、ちょっとリベンジしたい。夜は少ないのかな魚。いないです。おお、なんだなんだ、100ベルゲットした、やった、お金も出てくんの、出てきてたっけ動物の森って。え、ちょっと探そう、お金の旅お、お、木の枝か、こっちは木の枝、これはおお、なんだなんだ、もうないか、なんだこれ、ジュークボックス、なんかすごいのゲットしちゃった、
木の中に入ってるってどういうこと？あ、間違えた。よし。待って。今プレゼントが見えたんだけどさ、ないよ。あれ、網でゲットできるの？パチンコだっけ？パチンコとかあったっけ？たぬきちさん作業台借りて DIY しよっかな。あれ、あ、パチンコ作れないもんな、まだ。網作っちゃおう。え、網でさ、ゲットできるかな。やったー、できました。焚き火も作っちゃおう、せっかくだから。焚き火できました。もういいよ、とりあえず。あのプレゼントさ、どこにいたっけ。あ、行け。よっしゃ、早速捕まえた。ん、これは。ゴー、捕まえちゃった。怖くない、怖くない。あれ、蝶々かと思ったらガーだった。焚き火をね、置きたい、家のとこに。おお、ミニサイズ。つく？火。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。テント感出てるよ。とりあえず、この中入りたい。どんな感じ？おお、なんか見たことない生き物がいる。すごいちゃんとしてるじゃん、空港。面白。なんかめっちゃ地方の南国の国って感じ。メッセージカード販売準備中と書かれている。買えるのかな、いつか。あれ、入れちゃいました。今日はまだシステムの準備中で、この飛行場からのフライトをご利用いただけないんですよね。明日正式に開校予定ですので、また明日以降にご利用くださいませ。明日行けばいいんだ、面白。雑草を家の前に置くわ。なんか庭っぽい感じでない？雑草ってか、なんか芝生風で。家の庭ですよ。すごい微妙に置いちゃったけど、ここにも置いちゃえ。いけ。なんかめっちゃ斜めに置けた、全部。おしゃれ、おしゃれになった。あ、DIY も作れるか。木の枝3ついる。レシピ増やしたいな。何がたまった？ニューがまた出てきたぞ。ん？これじゃないし。あ、これか。おお、こういうのもゲットできるんだ。やった、300マイル。よし。じゃあ、入ろっかな、うち。今日はね、もう寝る。もう寝ようと思う。おやすみ。皆さんありがとう。またね。また見てね。